トリプルルッツダブルトーループ決まりました。ジャンヌダルク、おジャンヌダルク、ミッチオフの料理うまいバーココロクッキングエンターテイナー鬼西哲也です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。チャーハンを、チャーハン、前回いい米炊けたね。炊けました。いい米炊けてんね、いい米炊けてんね、いい米炊けてんね。チャーハン作っていこうと思います。チャーハンの作り方は、うん、主な作り方は前回のあれと変わらない。だけど米が違うとどんだけ違うかっていうことを試していきましょうや。それではチャーハン作っていきましょう。ココカローズキッチン。それでは材料紹介です。なは。お米 200g、 うちは 200g の卵1個、ネギ大さじ1ぐらい、チャーシュー大さじ1ぐらい。これね、チャーシューね、俺なんとね、うん、今ね、チャーシューね、作ってんだよね。お、当時はハヤトのチャーシューでしたよね。うん、じゃあハヤトのチャーシューとかフランクフルトで作ってたけど。変わりましたね。そう、やばい、今ね、いや、そう、圧力鍋買ったからさ、いろいろ実験してるうちにさ、チャーハンのためのね、チャーシューをね、俺最近作ってんだよね。ちょっとチャーシュー一口ください。あ、いいよ。どれ、はい、どれどれ、はい。美味しい？うん、ね、美味しいよね。すごい、ね、美味しい。ハヤトのチャーシューと違うのは肩ロースを使ってんのと、あと味付けにあのウーシャンフェンっていう、まあ、中国の調味料っていうかね、スパイスを入れてる。ちょっと変わった匂いするのは。そう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 。で、だからなんていうんだろう、俺ラーメン屋さんのチャーシューじゃなくて、なんかまあ中華料理っぽいチャーシュー。また中華のチャーシューったらね、また煮て作るのとさ、また違ったりするんだけど、まあまあチャーハンのために俺はチャーシューを今ちょっと作ってる。うちの店で食えない時もあるから。なぜならうちのチャーハンまかないチャーハンだから。その時のものによってってことですね。そうだから、しらすが入ってる時もあれば、かまぼこが入ってる時もある。あ、鹿肉入ってる時もある。じゃあチャーハンの作り方は、うん、そう2018チャーハンと同じ、ね、ということですね。はい、そんな感じです。よいしょ。まあ、今回はチャーハンの作り方動画ではなく、そう米のね、お米でどれぐらい違うのかと。そうです。今回のお米はこれどっちのお米ですか？あ、これね、まずね、あの元々の方。そう、どれどれ。オーソドックスライスの温める時に入れる調味料ね、まあ塩、まあ、すって入れてたりしてたけど、最近はなんか手汚れるの嫌で蜂蜜を容器に入れてる。あと抹茶の容器に入ったうまみ調味料。あ、抹茶ではない。そうで、胡椒で、あと背油、ネギ油、自家製ネギ油、自家製ネギ油です。これでいこう。そうこうしているうちに、ほら、ケムケムしてきた。ケムケム。油はね、俺最近ね、大豆しらしめ油っていうのを使ってるね。サラダ油、まあ要はサラダ油みたいなもんなんだけど、まあ、大さじ2くらい入れて、はい、今更の質問なんですけど、これ、はい、油入れてから熱するんじゃなくて、ああ熱した時に油入れる。そうですよ、そうですよ。今更何をおっしゃる。すいません。で、卵さえ入れる。米さえ入れる。ひっくり返す。来店時にお客さんが見る視点での感じになってます。でね、これね、やってる時にね、フィギュアスケートの解説みたいにね、言ってくる。卵、米、ネギとチャーシュー、胡椒、塩、うまみ調味料。なんかっていつものだろ。まあ、とりあえずできた。イエーイ。もう相変わらず美味しいですよ、うん、こちらはじゃあ、そう、今度はあのいいやつ、いいやつっていうか、新しいアンノンスタイル、アンノンスタイル、アンノン土の絵スタイル。よいしょ。あ、でこの辺りもね、やっぱりね、このお玉の入りが違う。へぇー、パラッとなる、やっぱり。あ、わかる、見て、わかんねえか。パラッとなるのが早いから、なんか、テンポも早い。あ、確かに、2、13、さっきより早い。そう、トリプルルッツダブルトーループ決まりました。あー、いい感じしますね。でね、あまりホロホロだからね、ここでね、形が崩れるんだよね。カカカロスキッチン。今日はこれで決まりある。チャーハンです。
見た目わかんないっすね。わかんないね。変わんないね。さあ食べよう。はい、食べてみましょう。まずこっちからだね。まあ、今までの普通の炊き方の米のチャーハン。うん、ああ、美味しそう。うん、美味しいよ。いや、美味しいよ、これ。うわ。うん。これね、やっぱり美味しい。うん、こうしっとりと、パラッとの、このいいとこ取り。うん。最近油の量少なくしました？ちょっとね。サラサラしてる。うん。で、うまい。で、美味しい。で、あのね、ここ最初のスプーンの入りをね、うん、ちょっと体感していただきたい。お願いします。おお、うん、おおおお、硬い。そうでしょ、柔らかい。だからね、俺ね、これね、北海道の粉雪のようだと思う。わかる。ちょっとそれは言い過ぎてる。あの雪、あのさ、雪かきしやすいやつ。はいはいはい、うん、ああ、でもね、うん、ああ、あるね。あ、ん、え違うぞ。にゃんだこさん、こびるな、こびるな。うわ、美味しい、美味しい。これ全然違うわ。うん、全然違うじゃん。いや、しかもさ、口の中でさ、うんうん、なくなっていくよ、うん、ふわって、うん、マジで粉雪みたい。言い過ぎじゃない。いや、それは言い過ぎだ。いや、でもすごい。あ、全然違うよ。いや、パラパラでも、なんて言うんだろうね、うんうん、まあ、でもこっちもね、今まで通り問題なくっていうか、全然美味しいんですよ。うん、大西の顔の顔面力が強すぎてピンとかない、うん、もう普通のね、うん、今までの我々のチャーハン、うん、味違う、やっぱり味が違う、ね、うん、あ、そうだね、やっぱり酒塩なんか全然違うわ。うん、うん、ほらほら、持った時にさ、うん、塊で、うん、塊にならないよ、ほら。いや、すごい。いや、だからさ、米の炊き方かい、ね、試しに炊いてみて、チャーハン作った時、ほんとびっくりしたのさ。うわって思った。なんかもう、だから調理してる時点で全然違うのが分かるの。美味しい、美味しいよね、本当に。いや、まあ、どっち食いたいかって言ったらこっち食いたいの。そうだよね、うん、すごい。料亭の人ってすごいな。うん、本当に。マジか、そうか。そう、こんなに違うって思わなかったでしょ。いや、もうちょっと緩い変化かな。見た目もやっぱ違うし、うんうん、口に入れた食感も、うん、味も全部違う。匂いも違うし、まあ、作った湯気の量が違うからかもしれない、うん、こっちの方が香り立ってる、うん、芳醇な気がするけど、うん、それは明らかにね、うん、やっぱり こっちの米の炊き方で作ったチャーハンの方がうまい。すごい、うん、これはすごいですね、うん。まあ、これはやっぱ、まあ、我々は、まあ、チャーハン屋さんじゃないからね、うん、チャーハンをサボってるわけではないけどうん、うん、チャーハンのもっと突き詰めた人は、要するにそのお米を突き詰めるみたいに米の種類だ、うん、そう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 、だからね、やるわけでしょ。そう、だからそういう考え方の勉強にもなったよね、うんうんうん、そうだよなって思って。こだわれるところっていうかはさ、なんかそのパッと思いつくとこだけじゃないんだよ。それもちろん火力も大事だろうし、うん、何の油を使うとかも、中華鍋を使うとかも大事だけど、それ以前に米でこんだけ変えれる、うんうん、解き方でね、考えられることっていくらでもあるんだよな。ネギ油のネギを何ネギにしてるだの、うん、そうそうとかいろいろあるけど、もう米を変えるってこれだとできるしね。そう、いや、でね、なぜか、なんでかね、考えたことがなかったよ。なんか米ってなんか米と水だけで炊かなきゃいけないような気がしてた、うん、感銘を受けましたね。いや、そうなんですよ、うん、素晴らしい、はい、なので、いや、本当に教えていただいた板長に、坂上勝板長に、はい、本当にお礼申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここから、いや、驚きでしたよ。いや、素晴らしいですね、うん、いや、俺はね、やっぱり粉雪っていう表現を押していきたい。めちゃめちゃやってくるわ。北海道のパウダースノーのようなチャーハンを提供しますみたいですね。まあ、でももう圧接と新接ぐらいの差はあります。いや、まあ、そういうことだよね、はい、そう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 、全然違います。なので皆さん、ぜひやってみていただきたいと思います。うん、うん、これできるの？できるよね。できる。だって、いや、まあ、いや、炊き方米とかさ、いろいろやったけど、うん、何を言いたいかって、炊くときに酒と塩と油ちょっと入れてみっていう話、うんうん、そういうことでしょ。うん、細かくやったからあれかもしれないけど、うん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 、それならだってもう今日の米からできるわけ。いや、そう、今日の米からできる、ね、うん、すごいね。え、皆さんのお正月のご飯が変わるかもしれません。これでもう、なんだ、手巻き寿司とかさ、ああ、そうそうそう、やった時ね、あの米だったらよりいいかもしれない、うん、いいかもしれないね、うん、なんかさ、いや、しかもパラパラすぎないじゃん。いや、それは調理法なのかもしれないけど、うん、うん、これは美味しいですよ。はい、皆さんぜひやってみてください、うん、そして、ぜひ粉をタイムスの仕込み万歳のコーナーをぜひご覧ください。その上で、こここのチャンネルにグッド評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、
いくぞ、1、2、3、したっけ。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治です。